徳川方に寝返った長篠城は捨ておけん。断固攻め落とす。ごもっともなれど、信長が自ら援軍を率いてこちらへ向かっておるとの知らせがあります。ここは軍を一時引くこともお考えになるべきかと。信長来着前に長篠城を落としてしまえばよいだけのこと。いや、信長が来るならむしろ好都合。一戦してこれを打ち破ってくれる。織田方の兵は4万近いとのことです。しかるに我が方は1万5千。いかに数が多かろうと、父上が残された武田騎馬隊の敵ではない。もはやくどくどとした軍議は無用。直ちに出陣するぞ。勝頼様のおっしゃりを心強くはあるがな。兄上、あれほど固くならう姿は見たことがない。いささか気負いすぎておられるのではないか。信任厚いお主の言葉なら勝頼様も耳を貸してくださろう。頼まれてくれるか、正幸。はい、兄上。勝頼様。父上の最後を覚えているか、正幸。はい、無論です。ここまでか。王道とは見果てぬものよ。父上、そんな。父上がなくては武田は。情けないことを言うものではないよ。おことが武田を導いていくのであろう。はいはい、父上。正幸、勝頼を頼んだよ。共に手を携え。はい、親方様。今日に武田の旗を。父上。親方様。形勢不利であることは私も承知している。だが戦わずに引くなどあってはならない。それでは父上に顔向けできぬ。武田の誇りのため戦わねばならないのだ。どうか力を貸してくれ、正幸。勝頼様、しかしそれは。今瀬峠でも不況であったが私とお前で乗り越えた。今度もきっとそうだろう、正幸。信長本隊到着前に長篠城を落とす、これが何より肝要です。正幸、援軍が近いと知れば敵の士気が上がる。敵の連携を遮りつつ迅速に軍を進めましょう。ああ、お前がそう言ってくれれば心強い。手を携え、必ずや勝利をこの手にしよう。はい、それでは出陣の用意をいたします。ああ、頼んだぞ。は、されば。そうだ、我らは勝つ。勝たねばならないのだ。たとえどれだけの犠牲を払おうとも。勝頼様。騙されちゃいました。バ
な頭領か。挽回する策は用意してきたのだ。シャクム、その…すみません、押しております。勇ましいことだ。我が術中である。敵将、討ち取った。仲間を助けられないなんて、皆さん、ごめんなさい。これほどまでに鉄砲を備えているのか。お腹に欲しということか。お手合わせ願おうか。さすがは親方様ご推薦の忍びである。ここまでは早すぎる。すでに貴様らは織田のアギトの中へ。申し上げます、織田の大軍が間近に迫っております。間に合わなかったか。勝頼様、一時体制を立て直しましょう。